遥かうらら頑張って歌っております曲でございます。またカラオケで歌ってください。淡雪二人連れ。ということで5月開始ということで5月の第4木曜日5月から第4木曜日午前10時から午後1時まで加古川駅前の B プラス加古川で定員12名で行うということですが、はい、お化粧5500円ってこれお安くないですか。結構月1回で、はい、はい、ぜひ皆さんもちろんうららさんが歌唱指導してくださる。そうです、発声練習をして、はい、はい、発声練習からしていただくということでございますね。皆さん健康のためにね、はい、はい、ぜひ気になった方ぜひうららさんにお問い合わせいただくかうららミュージックアベニュー、電話番号今お伝えしても大丈夫ですかね、はい、090-6417-3976 090-6417-3976 でございます。こちらまでお問い合わせいただきたいと思います。うららさん初心者歓迎の歌謡教室を行っているということなんですね。さあそしてこの度新曲を発表されたということなんですね、
これがなんか今までとちょっとなんか雰囲気が違いますね。違うんですね、はい、あの先月1ヶ月バンプレマンスリーでずっとあのバンバンさんがかけてくださっておりましたけれども、はい、あの15年という去年年末に出させていただいたんですけれども、はい、15年というまあ節目で、ねうん、ちょっと私昔から作詞とかするのが好きだったので、はい、今回はちょっと挑戦しました。ご自身で詞を作られたということなんですよね。はい、そして作曲でございます。これがまたバンバンラジオにゆかりのある。そうです、バン秀一先生に作曲をしていただきました。はい、はい、そうなんです。そしてその曲のタイトル、これもまたすごいですよね。はい、はい、マハロ大切なあなたへということで、はい、そうです。もう本当にね、いつもこうして応援してくださってるファンの皆様、はい、そしてご覧いただいてる皆様に感謝を込めて、はい、はい、私の気持ちを綴りました。マハロっていう言葉はあのハワイの、そうです、はい、ハワイ語でありがとうっていう言葉です。そうなんです、あの、うん、ハワイってね、なんかこう指こういうポーズしますけど私がやったらなんか私にお電話くださいなんですけどハワイの挨拶でございますね。そうなんです。ではその曲をこの時間披露していただくということでございますのでね、たっぷりとお楽しみいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。別れを繰り返し、この道を歩いてきた穴、限りある時のその中でこうやって出会ってくれたのね。いろいろあっても力くれるから、どんな時でも愛を送りたい。マハロ、いつも笑ってたい。マハロ、いつも夢見てたい。マハロ、いつも歌ってたい。明日の夜、マハロ、明日を明
諦めない、マハロいつもかかってたい、大切な時間、大切な